はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4やってまいりましょう。前回は超悔しい終わり方をしちゃったんでね、今回はね、ちょっとね、リベンジマッチといこうかというところですね。もうちょっと遠慮はしない、手加減しない、ボッコボコにしてやるというね。いや、これ岩読んだからもう早速飛ばす。はい、いやー、やっちまったなー。なんかね、今までね、やられたことのないようなところばっかりでね、やられたりしてたんでね、ちょっと悔しいんでね、もうね、はい。で、まあ、ちょっとね、4月行って、リア充爆発しろ。あー、また逃げる。くっすー。あ、やばい。飛んできてる。顔出せ。顔出すんだ。そう、ケイ。よし。そう。で、4月に入ったでしょ？で、4月に入ると、まあ、その、年度が変わったっていうのもあって、また、その新たに目標がね、修正されて出されたりとかっていうのがあるんですけど、その、皆さん、こういう言葉ご存知かね？コンフォートゾーンとストレッチゾーン、パニックゾーンっていう言葉ってご存知ですかね？コンフォートゾーンっていうのは、その人間居心地のいい場所です。コンフォートで快適なとかって意味があると思う、あるんですけど、その心地がいい場所なんですよね。だから人間ってその基本的にはコンフォートゾーンを求めたがるんですよ。例えばいつもの場所とか、いつもの仲間とって、いつもの食事メニューを頼んで、いつもの話をするっていうね、まあ、居酒屋でよくあるある光景じゃないですか。いつものかつての部活の仲間とかと一緒になって、で、お前最終打席のところで、思いっきりストライクして、お前のせいで試合終了になったんで、うるせえ、お前があそこでヒットを打ってればよかったんだろう、ワンアウト目はおめえだったじゃねえか、ガーみたいな、そんな話をするみたいなね、そんな感じなんですよ。それがまあコンフォートゾーン。人間は居心地のいい場所にいると、すごい精神も安らぐし、そのドーパミンも出やすくって、幸せホルモン感じやすいという、そんな感じなんですね。で、一方で、もう今すぐにでも抜け出さないと、その寿命が縮んだりとか、精神的にも肉体的にもストレスがこうかかって仕方がないっていう状況をパニックゾーンっていうんですよね。まあ、例えば、なんだろうな、アフリカのなんか奥地に、アフリカとか、まあ、アマゾンとかの僻地みたいなところに飛ばされて、一人なんか野宿するみたいなんで、いつそのピラニアに食われるか分かんないし、先住民族にやられるかも分かんない、ましてや野生動物に食われるかも分からないというような状況、っていう中で過ごさなくちゃいけない。だから人間が普段も絶対にありえないような状況に置かれるみたいなのがパニックゾーンっていうんですよ。で、ストレッチゾーンっていうのがその中間ポイントで、ストレッチなんで、その体を伸ばした時にちょっといたたたたたってなるじゃないですか、足の裏とかね、腕とかって、そういうその体に多少の負荷をかけつつも、でもそれをがまあ痛気持ちいいみたいな状態のことを、まあ、ストレッチ目標っていうんですけど、通常会社とか勉強とかを、会社で仕事をする上とか、それからまあ仕事をしていく上、会社で仕事をしていく上とか、勉強をしていく上とかっていうのは、その、コンフォートゾーンが成長しないし、パニックゾーンだったら、全然ね、仕事そもそもやらないっていうようなね、そんな感じになっちゃうんですよ。っていうのも、やっても無駄って分かってるから。OK。今回はうまくいった。遠慮しなかったおかげですね。そうそう。だから、もしコンフォートゾーンの中で仕事をしようと思っていると、マンネリ化してしまって、全然営業成績は伸びませんとか、仕事で求められるようなスキルが手に入れられませんみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。で、勉強とかだったら、なんかずーっと同じなんか一問一答を解き続けるとかなんで、そりゃね、この英単語覚えたのに、その英単語ばっかりやってますってなってしまったら、全然ね、新しい英単語とかを覚えるわけじゃないから、まあ残念ながら、全然学力は伸びていかないというような感じですね。だから偏差値50からスタートしてる人はもう偏差値ずっと50にいると。だから偏差値5、これって例えると分かりやすかったのが、偏差値50の人が偏差値50の勉強をし続けるのが、まあ、コンフォートゾーン。偏差値50の人が偏差値70の勉強をするのが、まあ、パニックゾーン。偏差値50の人が55の勉強するのが、まあ、ストレッチゾーンみたいな、そんなイメージで思っておいてもらえたらと思うんですけど、これ、弾12発浮いたと。っていう、そんなイメージですね。で、でよ。仕事においてパニックゾーンにやってしまったら、なんかよくあるその伸びない会社の一つとして、パニックゾーンの目標を立てたがるっていうのがあるんですよね。で、パニックゾーンの目標を立てると、そもそも達成できないっていう、その思い込みから入っていくものになるんで、もうクリエイティビティ、創造性が発揮されなくなっちゃうんですよ。
これがうまく発揮できるのって、あのパニックゾーンじゃなくってストレッチゾーンにいる時なんですね。だからちょっと背伸びをしたら達成できるだろうなっていう目標を掲げておくことが、そのどうやってこの、じゃあその問題と現在地、現在地問題点ですねと、その目標として向かっていく先とのギャップを埋めることができるかって、どういう練習をしたらいいのかとか、どういう準備をして仕事に臨んだらいいのかっていうと、いろんなアイデアがポン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 って出てくるようになるんですよ。ところがこれがパニックゾーンになってしまうと、そもそも達成することができないような先に、その時間とか頭使ってとかっていうのができないよねっていう話になっちゃうんですね。ちょっと待って、うまくボタンが押せない。あれ？クリックをしてるのになんか終わっちゃうんだけど、いいを押した方がいいのかな。あ、そういうことね。そう。ってなっちゃうんですよね。これが、その、ベンチャー企業とかが、その、まあ、なんて言ったらいいんだろう、その、3年内で、何十%の企業が潰れていく原因の一つとしては、そもそものその目標の立て方がミスっていると。だから前年度なんか何百%みたいな、こう目標ばっかりしたら、売上が、年間で100万円しかありません、みたいな。それだったら、その、1000%、あ、じゃ100%か達成しましょうで、1000万円を掲げる。こんなんはいいと思うんですけど、もう、なんか1億とか2億掲げているような会社、1億とか2億とかの実績を出している会社が、じゃあ 300%、3億円に持っていきましょうとかっていうのは、そう、何をやってるかっていう業態にもよりますけど、まあ無理な話なんですわね、そういう目標の掲げ方っていうのがすっごい下手な人がいて、シンプルにだって今のさっきの偏差値の話で言ったら、そのね、なんだろうな、ニットコマ線レベルの学力しかない人がいきなり東大受験に放り出されてみーやって最初に出てきた文の一文字目読んだ瞬間にもパニックを起こして、もう解けませんってなったりするんですよね。そういうなんか会社が最近多いなっていうのが非常に思う。で、これなんでこのタイミングでこの話するかっていうと、多くの会社さんにね、入らせてもらって、現場の方とかね、経営者の方とかとお話しする機会っていうのが非常に多いんですけど、そんな中でですよ、やっぱりね、目標の地の話とかもよくね、ありがたいこと聞かせていただく機会多いんですよね。聞かせていただく中で、それ本気で思ってるみたいな目標を掲げている会社が多い、本当に。だからその離職率が高いまんまの水準になってしまう原因になったりといった、結構大変なんだよね、高いままの原因になってしまったりとか、でも一発できたとか、目標値が達成できなくて、その年間でこれだけの売り上げを上げるんやって言って掲げてたにもかかわらず、残念ながら全然もう達成率、その例えばじゃあ10億の売り上げを上げますって言ってたにもかかわらず、その8億円くらいで終わっちゃいましたみたいなね、みたいな、そんな感じになっちゃうんですよね、だって達成ができないと思う。だからパニックゾーンを掲げてしまうと、残念ながら人間はそのコンフォートゾーンにいようという気持ちがより強くなっていってしまいますんで、そうなるともう残念ながら目標は達成することほぼ不可能みたいなね、そんな感じになっちゃうんですよね。だからこのあたりをね、だから4月の新年度に入ってきてるじゃない、入ったじゃないですか。で、この時期において、どの程度のね、本当腹立つ棒が、そう、このね、忙しい時期、忙しいじゃない、新年度に入ってきたこのタイミングにおいて、どういう目標を掲げているか、新しい目標をね掲げる人とかね、新しいその目標値が降りてくるっていうサラリーマンの方とかもね、ごめんなさい、サラリーマンの方とかも非常に多いと思うんですけど、それはね、やっぱりね、降りてきた目標に関してはもうやらなきゃいけないっていう、そのジレンマがあるかもしれないですけど、もう初めから諦めた方がいいですよ。掲げる人たちはなんかね、どこまで本気なのって思うけど、もう別にダメだったらダメでいいんだからさ、だって死にゃ死ねえんだし、そんなに言うんだったら、オタクらがやったらいいでしょっていう話なんですよね、だからマネジメントする側の話をすると、そういう目標を掲げるじゃないですか。目標を掲げておいて達成できませんでしたっていうのは、そういう目標値を掲げたのと、目標を達成するためのそのマネジメントをしなかった、そのマネジメントをする側の
無責任っていうか問題の話になるんで、それで何達成できなかったんだごちゃごちゃっていうのは、いやお前らがあのそもそも能力が不足してるから部下たちは目標が達成できなかったんだぜっていう話に絶対持っていけるんですよ。それができない会社はおかしいし、そういう会社に居続けるのはあの精神的にもう参ってしまう可能性が非常に多いので、まあ、そこはさっさと去った方がいいというそんな感じですね、うん。相変わらずバイオをしながら何の話してんねんって。どうなんだろうな、ここら辺って、まあ、ちょっとこうトークテーマをいただいたりとかもするんで、まあ、それに順次とこう話をしていくケースが多いんですけど、まあ、ちょっともうちょっと明るいトークがいいのか、今日はね、完全に暗いトークにしてしまってますけど、まあ、ここら辺はね、まあまあまあ、ご要望いただく限りおいてね、そういう話をしようかなと。なんかちょっと目標に関するちょっとお悩み事の話をちょっといただいてたんで、今日はちょっとその話を、ね、前半っていうか、これがまあ前半になるのか中盤になるのか後半になるのかちょっとわかんないけど、とりあえずでもこのチャプターが終わるまではガッとも進んでいきたいね。多分これ終わったらもう次大きくは中庭に行くところだけだと思うんですけど、これ多分出てったら奴らいるよね。これ多分初見殺しだよね。ドアが頑丈、一撃ありがたい。まあそんなとこっすね。まあちょっとね、まあだからそういう目標の立て方っていうのはね、しっかりとした方がいいです。あともう一つは、なんだろう、その立ててる目標が果たして合ってるのかっていうのは非常にその詰めた方がいい。これ個人に当てはめて考えてみたらすごい分かりやすいんですけど、例えばじゃあダイエットで10キロ痩せますっていう目標を掲げてる人とかっていうのがすごく多かったりするんですけど、まあダイエットで10キロとか5キロとかねって掲げてる目標を掲げる人が多いんですけど、じゃあ 10キロ痩せるってぶっちゃけプロセスなんですよ、うん、プロセスで大事なのは、その10キロ痩せたことによって、あなた何がしたいんですかと。体重、その痩せた、その元々あった体重から10キロ痩せましたと。で、その10キロ痩せたことによる浮いた、その体重をもう気にせずに、美味しいものをたくさん食べまくりたいっていう目標を掲げているのか、それとも、その10キロ痩せたことによって自分が理想とする体型を手に入れることができたから、ちょっとおしゃれをしたいなと。服、新しい服買っておしゃれがしたいなっていうものなのか、はたまた、健康的な体を手に入れるために今の体脂肪率だったらちょっとやっぱり5年後10年後このままキープしてしまうと、まあ、将来的にちょっと疾患になってしまったり痛風になったりとかっていうのがあるんで、それを予防するために今から10キロくらい体重を落とした状態を手に入れておきたいなと、そういう目標があるのかっていう、そのどれに当てはまってじゃあ10キロっていう体重を落としていくプロセスに入っていくのかという、そういう話なんですよね。それが大事。だから10キロ痩せるっていうことを目標に掲げた時点で残念ながら10キロ痩せられませんと。10キロ痩せた先にあなたがどうなっていたいのかっていうことを考えておくっていうのが非常に重要になってくるポイントになるんですよね。それが目標の立て方の重要なポイント。あともう一つは、じゃあ目標を立てましたと。じゃあ私おしゃれするために10キロ痩せますと。おしゃれな服を買うために10キロ痩せますっていう目標を掲げた時に、じゃあその上でじゃあ10キロ痩せるプロセスをどうするのか。大抵どっちかなんですよ。間違えた目標を立ててしまっているか、目標を立てたことに満足してしまって行動が生まれないっていう人が非常に多いのでこの程度の庭で、ま、迷うんだったらもうまあこの城住めないけど大丈夫まあそういうちょっと嫌味を言いつつ、そうそうっていう感じなので、だから目標を立てました、で正しい目標を立てられてます、じゃあその後に必要になってくるのはこのプロセスになってくるんですね。じゃあ10キロ痩せるために何やりますかと、で食事制限やりますかとか、食事制限って言ってもそのなんか単純に糖質制限するとかそんなのはあのリバウンドしちゃうんで意味ないですけど、まあちょっとまあここはちょっと どういうその食事制限したらいいのかって省略しますね、詳細に関しては。じゃあ運動します、食事制限をします、まあその他にダイエットするってなったら、まあまああとはなんだろうな、規則正しい生活をする、まあ規則正しい生活を送ることによって新陳代謝とかね、結構そういうのが上がってくるのは、逆に不規則な生活をしているとね、なかなかもできませんから、まあでもシンプルに言うとその食事制限のところと運動のところっていうのがあるんでね、じゃあ運動もじゃあ週に何回何をしますか、でその週に何回何しますかっていう部分について、おおっと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 こういうのたっけ、あやばいやばい、ほらほらほら、犬を撃つのは気が引けますけどこいつら犬じゃないからもう遠慮しません。そうそう、運動の中身はどうしますかと、じゃあ
足トレをどのくらいやって、で、腕はどのくらいやって、腹筋はどのくらいやってとか、じゃあ有酸素運動と筋トレの割合をどうするかとか、そういう話ですよね。それから食事制限だったら、じゃあカロリーを取るために何を中心に食事を取っていくのかって、そういうのやっぱプロセスをきちっと考えるっていうことをやっていかなきゃいけないわけなんですよ。うん。だからまず、だから目標を掲げてそれを達成していくために大切なことっていうのは何かっていうと、あれ、こっちじゃないな。こっちじゃなかったね。まあいいや。なんか宝箱みたいななってる場所があったと思うんですけど、まあ一旦じゃあここ行っちゃいましょうか。そう。だから正しい目標を立てましょうっていうものと、それからその正しい目標が立っていることを前提にどういうふうにプロセスをセッティングしていくのかって、これが重要ですっていう話です。ここが抜け落ちてしまう、その両方が駆け落ちてしまった時点で、達成の確率がかなりグッと下がってしまいますから、そこ、皆さん注意した方がいいと思います。せっかく新年度に入ったばかりのところなんでね。あそこをうまく達成できるようにするためにも、ぜひこのアドバイスっていうのは、まあ、実行に移していっていただけたらいいかなと思いますけどね。3匹か。多いな。まあ、ちょっとライフルの弾もね、ライフルの弾もね、まあまああるんで、これ一撃ずつ、あ、やばい、開いちゃった。あ、でもいける。OK。よしよしよし。体力はそんな高くないのかな。うん。まあ、そんな感じですね。はい。というところで、まあ、ちょっとこの庭を抜けたいんだけど、ここ降りて左かな。あ、いるね。ちょっともう、相手にしてられないというか、やっぱりね、バイオの中でね、出てくるやつで言うと、やっぱワンチャン系がめんどくさいんでね、早いし低いから、標準も非常に当てづらいっていうのもあるんで、ちょっとこいつらスルーしていきます。いろいろとね、アイテム取りたいところなんですけど、まあ、初見プレイだから、その全部見たいとかっていう思いはあるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいなって思うところは、もう省略させてもらいます。もう、第一優先は命。うん、これは間違いないというところですね。まあ、今更ね、もう、お前そんだけ死んでるくせに、もう、関係ねえだろうとかって思われるかもしれないけど、いやいや、まあまあまあ、まあ落ち着けよ、まあ落ち着けよ。こういうとこですね。はい。じゃあ、ドア、バーン。はい。これでも、奴ら後ろ来てんのかな？ちょっと振り向くのもめんどくさいんで、もうさっさと先に行こうと思いますけど、これちょっと違う。こっちこっち。を組み合わせておいて、はい。じゃあね、本チャプターもね、もうすぐ終わりと、終わり、調べないよ。もう間もなくね、終わりを迎えるというところなんで、まあ、いい具合でね、目標の立て方とかってお話もね、できたんじゃないかというふうに思います。はい。じゃあ、今から皆さん、チャイナドレスに会いに行きましょう。うん。エダもね、髪型すごい好きなんだけどね、やっぱなんか、あんまりその、個人的には顔がはまらないっていうのがあるんでね、あと性格がやっぱクールすぎる女性は、なんか自分がもてあそばれそうで、ちょっと嫌だなと思ったりするんですよね。ただエロい。ただただエロい。あ、されてみたい。Put them up now. こっからさ、このキックするじゃん。どんだけ体柔らかいんだよって思うよね。多分アイススケーター並みに体柔らかいだろうね。機械体操選手とか。見えた。今のとこサムネにしよっかな。にしてももう一つ衝撃的なのはサラザール、あの肌の汚さで二十歳なんだよね。どんだけ普段から悪いもん食ってるんだろうと思うよね。よくそのコラーゲンとかを取りましょうとかね、そのなんて言ったらいいんだろう、保湿クリームとか塗って肌を整えてる人とかもいますけど、保湿クリーム当然塗るのもその塗ってない人と比べたら10年20年差っていうのはめちゃくちゃ出てくるんですけど、やっぱね、食べるものによります。やっぱ水分の多いものとか、あるいはその1日2リットル以上の水を飲むとかっていうので、やっぱりみずみずしさを保つっていうことが大事になってくるんで、普段からそういうね、食事が全然取れてないっていう人だったとしたら、ああいうガサツな二十歳でもあんな肌になっちゃうんで、若い皆さんぜひね、気をつけていただけたらと思います。年食ってもね、食事でなんとかね、いろいろと盛り返すこと自体はできますんで。はい。ということでね、ごちゃごちゃしてたらチャプター終わっちゃったんで、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということでまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。